なん食べな。いや、元気系。アブシュや。アブシュか。なんかもう分かんない。はい、マティです。今回ですね、立ち飲み居酒屋いい加減の、クルーズママにですね、アドボを作ってもらうというシリーズをやっておりますけども、今回完結編ですね、果たしてドタバタ劇のこのアドバが美味しいのかどうか最後までご覧ください。それでは本編どうぞ。サンミゲルですよ。サンミゲル焼くと、電車の発想をする。まだこれ、最初に焼くんちゃう。あ、ほんとだよ。焼く？まあ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 。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。いいか。いいよ、もう。いいかよ。いいよ。何回アドバ作ったんだよ。毎回違う味だ。なんだべな。もっとなんだ。鍋をちっちゃくしただけの話。え？それどうなるんだろう。で、そのフィリピン風。フィリピン風で。フィリピン風ね。あしゃあしゃあしゃあ、やばいな、焦げてるし。どうしようね。ダメだからや。なんだべな。うわ、やばいな、焦げてる焦げてる。あーいいね、本当に大丈夫って、味が分かんないよ。お料理にならんな、無理。でもいいんだ、やればやればで、やれてみる。やべ、ちっちゃくしただけな。同じく。いや、いいわ。匂いはアドボ。匂いはアドボ。匂いはアドボね。よし、じゃあもう一回。え？マラテで食べたアドボ。アドボ思えばアドボ。今日島根県から来たんですか？あ、いやいや、出身だけ。5年前くらいに。5年前に島根から出てきて、ここにたどり着くまで5年かかった。そうですね。そうなんですよ。初めてこう、やっと5年。毎日。でも大井町はなかなか来るタイミングがなくて。なんで？地元なの？目黒なんですよ。いいとこまたすぐ行ってない優先のに被せていい。いや、お店の中でも大変気あった。見た目いいけどね。あれ見たらどういう味か。行ってから。行った。美味しいし。しょっぱいかもな。おいちゃん。それでいいと思う。うん、いいでしょ、いいでしょ。でも今年はなんか桜スから桜見だから、はい、できたー。イエーイ。アドボフィリピンみたいなでございます。イエーイ、イエーイ。じゃあアドボ食べたい人。じゃあ食べましょう。さてさて、よいよいよい。なんでもて。はい、来ました。あの、フリじゃなくて、しょっぱいな、たぶん。さあ、じゃあ、ゲイアン。食レポお願いします。ゲイアンちゃうから、ごめん。すみません、それ。じゃあ、いただこうか。お、はい、行きましょう。あ、黒いの消えてる。あ、黒いまま行った。どう？美味しい。これは、フィッチの味。出てきたな。手羽とか。うん、柔らか納豆。柔らか納豆、うん、うまい。はい、じゃあママのアドボができました。あ、1本ずつってことか。いただきます。どういうことね。もうちょっと目がない。ごめんなさい。あ、おいしい、おいしい。あ、でもいい匂い。うん、おいしい。食べてみたい納豆。あ、おいしい。おいしいね。皮もついてるからおいしい。入れた方がいいね。完食です。もっと頑張ります。